中小は、中華人民共和国南西部に位置する小。小とは、起用し、略称の剣は黒を意味する。中国の西南地区に位置し、北に四川省と重慶市、東に湖南省、南に厚生地湾属児地,地区、西に雲南省と接する。気王子省域は、雲気高原と呼ばれる、雲南省から湖北省に向かって、 低くなる平均標高1000メートル程度の起伏に飛んだ高原になっている。北側は四川盆地に高度を下げ、雨光が流れ出して重慶の不良で長江に注いでいる。南側は雲南省から流れる紅い水河の上流域となっており、気温、安順などのある小中央部は二つの河川の分水嶺になっている。 安順市の喫下樹幕府は、暮れない水河の支流にある、アジア最大の幕府である。省の80%以上が石灰岩に覆われており、中国有数のカルスト地帯となっている。南部を中心にミネバヤシ、ミネソウ地形と呼ばれる突型カルストが顕著に見られ、その典型であるレイハは、霊波は2007年に中国南方カルストの一つとして、 世界遺産に登録されている。平地は大型カルスト盆地に見られるが、広いものは見られないことから、地に三輪の平地なしと言われている。右宙をはじめとする主要河川は、高原面を深く切り込んで強国作っている。南部では多くの河川は地下に潜り込み、数十キロメートルに及ぶ地下河川になっているところも多い。 小乳道も大規模なものが発達しており、水曜県にある草川道は、総延長距離が 100km を超え、アジア第2位の長さを誇っている。この他にも、折金県の折金道、安潤市の龍宮などの小乳道が、観光開発されている。全体が亜熱帯高原であるため、極端な暑さや寒さはない。 年間平均気温は摂氏14度から摂氏16度であり、1月の平均気温摂氏5度前後、8月の平均気温摂氏25度前後である。年間降水量は1000ミ、mm、リメートルから1400ミ、mm、リメートルで、主として夏季に雨が多く降る。構成方面からの湿った空気が高原にぶつかるため、晴天の日は少なく、 雨が降っていなくても曇り空であることが多い。この様子は天に三日の晴れなしと言われている。海賊以外の少数民族の分布2002年末の総人口は3837万人で少数民族が37.9%を占める。最大の少数民族はミャオ族でプイ族、トン族、トチャ族、水族などがこれに続く。 全国でも少数民族が比較的多い地区である。正面積の55.5%が少数民族自治区域となっている。近年これらの民族が観光資源化されており、カルスト地形とともに開発が進められている。古代の野郎国の地である。戦国時代には諸が勢力を伸ばし、県中軍やかつ乱軍を設置し、後に、 真の県中軍となった。苗族など少数民族が多く、中国王朝の支配下に入っても、土着法権領主を通じて、間接支配する地域が多かった。党は、県中道を置き、民になって、奇襲不正志士となり、新内に奇襲省が成立した。省内第二の都市である、純義市は、中国共産党の調整の途上で、 毛沢東が主導権を握った準議会に残ちである。六地球、四、三地地州が設置されている、紀州省紀州省の苗族高果樹の滝伝統的に、経済的には恵まれず、人に三両の銀なしと言われてきた。現在でも貧しい省だが、省内には水力発電資源や石炭、 防気サイトなどの鉱物資源が豊富に存在し、中国南部の重要なエネルギー基地となる可能性を秘めている。2002年の全省国内生産総額は、大前年比8.7%増の118億人民元であり、2000年から始まった西部大開発によって、道路や空港の建設、静電闘争と呼ばれる、関東省に電力を供給する。 送電線の建設工事などが加速している。2010年代からはビッグデータ産業を推進しており、同省の高い経済成長率に寄与している。省と企業市の企業流動保国際空港が地域の拠点空港として機能しており、多くの国内、国外路線を就航させている。またすべての地球市、少数民族自治州に空港が設置されている。 古今線、川県線。上海と昆明とを結ぶ古今旅客専用線が、省内を横断しているほか、甲州市とを結ぶ高広旅客専用線、重慶市とを結ぶき線が開業している。2017年末には貴州省で初の地下鉄となる、気溶軌道交通が開業した。主な高速道路として、 南北縦貫線を構成する、南海高速道路、銀百高速道路、東西横断線を構成するクイズイ高速道路、古根高速道路、海陽高速道路、山根高速道路が省内を通過している。西へ、雷山県の宮尾族集落、西、重厚県のトン族集落鎮園県のパノラマ、ありがとうございます。